演技に書かれている意味深な詩を読んでみよう。劉備が諸葛亮を自分の幕僚に加えるために諸葛亮の庵を3度も訪問したという三顧の礼。三国志演技では尹氏諸葛亮の風雅な暮らしぶりを美しく表現したいためかやたらと詩がいっぱい出てきます。そういう文学っぽいやつは物語の本筋と関係なさそうなのでざっと斜め読みすればいいやと思っていたのですが、細かく読んでみるとなかなか意味深で面白いと感じました。本日は詩をちょっと細かく読んでみたいと思います。劉備が諸葛亮の住む庵を初めて訪問しようとした時のこと。途中の山の麓で次のような歌を歌っている農夫たちがいました。蒼天は円蓋のごとく、陸地は貴局に似たり、世人は黒白に分かれ、往来して栄辱を争う。栄える者はおのずからやすやすたり、恥ずかしめられる者は定めてろくろく足らん。難用に因者あり、公民してガセども足りず。農夫たちによれば、この歌は諸葛亮が作ったものだということです。歌の内容は天下の情勢を囲碁に例えながら次のようなメッセージを発しているものです。負け組の劉備さんは人の家風に立っていてお気の毒ですな。私がこの内容にいるんですけどね、呼ばれもしないのにしゃしゃり出たりはしませんけどね。これは諸葛亮が劉備を誘っているコマーシャルソングです。今回注目するのは詩の応印の仕方です。漢詩ってラップみたいに句の末尾が韻を踏んでいますよね。この詩は曲、序句、速で応印しています。これらの文字はいずれも古語で日章と呼ばれる音で発音された文字で、日章は語尾が詰まるような音であって伸びやかな耳当たりの音ではありません。劉備さん困ってますよね。くっくっくっ、かわいそう、僕を頼ればいいのに、という内容の詩は劉備困ってる感を演出するためにわざと切迫感のある日照音で応印したのではないでしょうか。劉備が諸葛亮の庵を3度目に訪れた時、諸葛亮は部屋で昼寝をしているところでした。庵の門番の童子が諸葛亮を起こそうとしますが、劉備はそれを止めて諸葛亮が起きるまでじっと待ちます。諸葛亮はたっぷり半日も爆睡した後、次のような詩を口ずさみます。タイム誰かまず覚む、平勢我自ら知る、騒動に春水足りて、騒外に日は父足り。睡眠から目覚めていきなり詩を口ずさみますかね。とってもたぬき寝入り臭いです。この詩は窓の外でじっと待っていた劉備のことを太陽に例えながら、あなたのような名手がそこまで私を欲しているのなら私は起きますよ、起きますとも、と言っているんですね。諸葛亮がたぬき寝入りをやめるまでじっと待つという茶番劇が終了した時点で、画寮先生こと諸葛亮が画寮じゃなくて起きてる竜になって庵を出ることはほぼ決まっていました。さて今回注目するのは詩の応印の仕方ですが、この詩は地と地で応印しています。これらの文字はいずれも古語で表彰と呼ばれる音で発音された文字で、表彰は伸びやかな音です。劉備さん私が立つからにはもう安心ですよ、という前途洋々な雰囲気を演出するために表彰で応印したのでしょう。